今日は県内で新たに7039人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されました。感染者数は2日連続で7000人を超えていて、過去2番目を記録しています。新たな感染者を自治体別に見ますと、静岡市が1476人、浜松市が1411人、富士市が831人などとなっています。新たな死者は8人確認されました。1日あたりの感染者数は先週の木曜日と比べ1670人増加し、2日連続で7000人を超えました。病床の使用率を見ますと、県全体で 83.1%、 県中部では 88.9% となっています。浜松市の介護医療院で従業員10人、入所者11人が感染するクラスターが発生したほか、牧之原市の高齢者施設など合わせて6件のクラスターが確認されています。